はいどうも、ごとさんです。やってきましたね、大型アップデートということで、海賊祭が、まあ、追加されたと。でそれ用のねスゴフェスが来ているので、ちょっと狙っていきたいと思いますが、もう1回目からねスゴフェスの限定キャラ、まあ超すごい やつではないんですけど、すごいやつが確定すると。で30連目で30セット目で、まあ青生地が来るよと。で猫マムシ、ジョズ、あとオタマかの3体が限定キャラで入ってますということですね。なのでまあ本当はね、まあ青生地欲しいんですけど、ちょっと6周年でいいかなと思ってるところもあって、ここは天井まで行かないで、ちょっとね今月来月も忙しいので、ちょっとイベントはねそこまでがっつりできなそうなので、青生地はちょっと今回引けなかったら諦めようと思ってますが、0.018 なので星6が、なんで 0.2% ないですね。なので500分の1か、道中はそうですね 0.18、 合わせて 0.198 なので、まあほぼ 0.2 と500分の1ということなので厳しいですね。で星5で出るのかな、言いましたね。猫マムシ、ジョズ、オタマが 1.33。まあ、3体を押して 4% と、25分の1で、25連で、どれか1体は出るよというような確率ですね。そんなに悪くないですね。で、星4は出ない。やっぱ星5確定ですね。で、最後が誰かで、あ、ないんだ。やっぱり全員同じ扱いで、まあ、3分の1の確率で全部引けるよと。で、1回目がそんな感じですね。で、33連目で超すごいやつが確定なので、そこで青生地が通常時はね、まあ 0.2% しかない、500分の1しかないやつが、お重いのか、こっちの通信が悪いのか、さあさあ 0.、 まあここら辺通常時は変わらないですよね。さあいきましょう。はい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 、サクサクいこう。もう一番下で11枚目だけ、33枚目が超すごいやつ確定で、うわいっぱいいるね。星6は 0.28 だから 3.1% ぐらいかですね。いや他のやつも確率高いね。なるほど。で12セット目とか厳選された超すごいやつ、すごいやつがかなり減ってる時はどんぐらいだ、 8% あるかな。 8% ってくれればね嬉しいんですけど、どうだろう、 8% もないかな。確定枠ができてからね、30セット目天井ができてからかなり確率が 5% ぐらいになっちゃってたりする。おお 5% だ、 5.5%、 星の顔して 5.5% なので、まあやっぱ厳しいですね。厳選されていても、まあ、古いやつが出やすくて、新しいやつはミホクペローニとかだと 3.45 に 3.8 ぐらいしか出ないということなので、まあまあね、クザンが一番出やすいわけではないと。いやー、いきますか。まあとにかく77連まで、で3体揃ってくれれば神かな。でも 4% ね、あのこの海賊祭限定の3体は合計で 4% あるので出やすいかもしれないですね。はいどうも、じゃあ行きましょうか。ガチャね、ここからまずは10連から行きましょう。お願いします。さあどうだ、赤髪とか、お来た赤髪。ここでクザンとか来ればすげえけどな。何枚目だ、4枚目、ちょっとちゃんと見てなかったですけど、さあ数えていきましょう。あれ、うわあ、そっか、アップデートでデータこのまま復帰するかな。あ、来た。1枚目でありがとうございます。いきなり 4%、 うわー、ここで読み込むんだ。はい、ありがとうございます。お玉来ましたね。さあ誰だ、うわー甘くねー。さあさあ、まあ最後の1枚も、お、ここでここでお玉を来るな。猫まぶし、おわ、上手か。いやいやいや、でもこれで2体いけましたね。ありがとうございます。おお、マジか。これは嬉しい。さあさあさあ。
行きましょうか。お願いします。20連目に、え、あれ、またメンテ、ちょっと待って、9時半開けてる、え、うわ、しょうがないか、しょうがないですね。あら、マジか、残念。え、てか10連引けたけど大丈夫かな。22連目は引いたことになってないかな。石は減ってないことを祈りつつ、まあこれで青生地とか引けてればいいですけど、今の感じだと石が減る前にメンテ来てた感じですね。まあ奇跡的な10連引けたので、まあお玉と上手が多分来たと思います。まあわかんないです、なんかガチャがおかしかったとしたら戻っちゃうかもしれないですけど、一応の記録に残しておきましょう。またメンター系お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。